ノルトダービーはドイツのハンブルクに本拠地を置くハンブルガー SV とブレーメンに本拠地を置くベルダーブレーメンの間で行われるサッカーの対戦のことである。ドイツではバイエルンミュンヘンがあったクラブを圧倒する実績を誇っているため北ドイツの覇権を争う戦いとしてこのダービーが存在する。1964年から2010年までの両クラブのリーグ戦順位表。 ハンブルガー SV は同じくハンブルクに本拠地を置く FC ザンクトパウリともライバル関係にあるがザンクトパウリ FC は創立以来ほとんどの期間をカブリーグで過ごしているためハンブルクダービーが行われることは稀である。そのためハンブルクとブレーメンは 95km も離れているにもかかわらずハンブルガー SV の最大のライバルはベルダーブレーメンとみなされている。 試合日には両クラブのフーリガンの衝突を防ぐために警官が増員される。1927年にブレーメンの本拠地でダービーが初開催され、その試合はアウェーのハンブルガーエース V が4から1で勝利した。1963年にブンデスリーガーが創設されると1シーズンに2度のダービーが行われるようになった。1980から81シーズンは、 ブレーメンがつばいてリー外に在籍したために、ダービーは開催されていない。1982年、ハンブルガー SV のサポーター集団であるザ・ライオンズによって、一人のブレーメンサポーターが襲撃され、彼は怪我のために翌日に死去したが、これはサッカーにおける暴力が原因のドイツ初の死者であった。たとしのダービーマッチと同様に、ダービーの根底には、 ハンブルク氏とブレーメン氏のライバル関係がある。2008から09シーズンには18日間に4度のダービーが行われた。ブレーメンはリーグ戦で中位に位置し、5シーズン連続で獲得していた欧州カップ戦出場権を失う可能性があったが、対照的にハンブルガー SV は26年ぶりのリーグ優勝に挑戦していた。さらに、両者は共に DFB ポカールと UEFA カップで準決勝に勝ち残っていた。2009年4月22日、DFB ポカール準決勝は120分を終えて、1から1の同点であり、ダービー初となる PK 戦でプレーメンが勝利した。4月30日には UEFA カップ準決勝が行われ、アウェーのハンブルガー SV が1から0で勝利して、貴重なアウェーゴールを持ち帰った。 5月7日のセカンドレグでは、ハンブルガー SV が先制し、勝ち上がりに大手をかけたが、そこからブレーメンが3点をダッシュして3から2と逆転し、アウェーゴール差でブレーメンが決勝に進出した。5月10日には、リーグ戦で両者が対戦し、ブレーメンが2の0で勝利したため、ハンブルガー SV の優勝の望みは、実質的についえた。ありがとうございます。